これが本当にやりたかったところで個性を出すのをめちゃめちゃ考えました。実際に女性もお尻が好きなタイプですか？僕はそうです、はい、今大人たちの中で密かなブームが巻き起こっている。それはアートソフビ。そのオリジナリティやクオリティの高さで世界中で大人気。この番組では天才作家たちの究極のアートの世界を深掘りしていきます。ソフビの世界のすごい人。今回は東京都調布市にあるイルフロックスさんに来ております。イルフロックスさんはバーガー屋さんでカフェでダイニングバーをやられてますね。イルフロックスさんは調布駅近くにあるおしゃれで本格派の美味しいハンバーガーが食べられるお店。バーガーだけで20種類近くあり、和牛とアメリカンビーフを組み合わせたボリュームのあるパティに様々な手作りソースがたまらない。カップルやファミリーでも楽しめる今話題のお店です。そして今回ご紹介させていただくのはキングストイさんのバーガーマンで作家の鈴木春樹さんに登場していただいて一緒に対談をしていきたいなと思います。プリケツなお尻が特徴的なバーガーマンなんですけども、そちらの制作秘話なんかも一緒に聞いていければと思いますので、それではやっていきましょう。ボデッとしたお腹、プリプリのお尻、目力がやばい。なんとも癖になるこのバーガーマン。ハンバーガーグッズとして雑誌にも取り上げられていて話題沸騰中。日本のバーガー界の歴史に名を刻むこと間違いなし。今回も作家さんご本人に登場していただき魅力を深掘りしていきます。はい、では今回ですね、こちらバーガーマンの生みの親の鈴木春樹さんに登場していただきましたので、鈴木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。もともとソフビが好きで、はい、でソフビを知ったきっかけがあのガチャガチャのソフビ、ちっちゃいソフビだったんです、はい、ちょっと大きいものが欲しいなと、はいはい、で大きいものを集めていくうちに自分がちょっと作ってみたいなっていうのがあって、でちょうど同年代の作家さんとそのイベントとかで話させてもらった時に作るっていうのにが面白いなと、勢いで作り始めたっていうのがもう、自分がハンバーガーが好きで、はい、ハンバーガー屋さんでも働いてるっていうのもあったので、はい、そのやっぱモチーフはハンバーガー、やっぱ有名なハンバーガーのソフビってあったりとかするので、はい、もうちょっと被らないように個性を出すのをめちゃめちゃ考えました。その田舎、僕出身がすごい田舎なんですけど、はい、田舎で食べた初めてマックとかじゃないグルメバーガーを食べて、はい、あ、こんなに美味しいものがあるっていう風に感動して、で将来もうハンバーガー自分で独立してお店をやりたいっていうのもあって、あ、はい、ですね、やっぱこだわって一番最初に本当に見てほしいのが体型なんですけど、お腹が出ててお尻がプリッとしてっていうのが、細身よりデブの方が可愛いかなっていうのがやっぱあって、で作ってからもう僕もちょっとこっちの体型にどんどん寄ってきちゃってあの自分が似てくるっていうのがちょっとある。お座りができるのがもう絶対にやりたかったところで、ソフビはあの感着があるから回してポーズが取れるっていうのが、これが本当にやりたかったところで、この腰と頭を回して、はい、そうですね、このプリケツが生きてくるんですかね。そう、お尻が出てることによってバランスが取れるっていうのが、座ってても可愛いっていうんですよね。そうですね、はい、僕自身ソフビを買ったらすぐ開けたいタイプなんです、はいはい、開けて触って動かしてって遊びたいので、はい、理想を言えばその飾る用と遊ぶ用を買っていただけるのがいい理想です。それいいですね。手がちょっといろいろ持てるようになってたりとかするので、コップにこんな感じで引っ掛けたりとか、そうですよね、そうです、これはガチャガチャのラジカセなんですけど、そういうのが持たせれたりとか、意外とサイズが合うやつがあって、はいはいはい、今のガチャガチャそういうミニチュアみたいなのもいろいろ出てて、 あとこの包丁も、はい、とかも持たせれたりとか、これもガチャガチャです、これもガチャガチャです、だからわざわざ僕がなんか作んなくても探せばいろいろつけれるやつがあるので、なるほど、はい、楽しいですね、意外とそれを探すのも、ここがすごい。バーガーマンの魅力の一つは何といってもそのカスタム性。
ソフビコレクターでもある鈴木さんのアイデアで様々な遊び方が可能に。その日の気分に合わせて100人100通りのバーガーマンがある。100回以上、まさに永遠に楽しめる無限のソフビ。ワンルームに住んでるので、はい、家が、はい、あのやるところがないんですよ。で、あの削らなきゃいけないので、はい、削りカスとかがすごい出るので、ね、はい、でちょうど作り始めたのが冬、真冬だったので、はい、寒い、凍えながらあのユニクソバスのバスルームでずっとこうやって夜な夜なやってここがすごい、はい、もうお尻とかすごい多分時間かかってると思います。実際に女性もお尻が好きなタイプですか？いや、僕はおっぱい派です。でも年をあの取るにつれてあのお尻もいいなとはもちろん、はい、造形自体が初めてという鈴木さん、頭のゴマは原型では本物のゴマを使うというこだわりも。鈴木さんはとてつもないセンスの持ち主だった。中にはこれは白熊屋さんという作家さんが持ってくれたやつで、すごいこれ面白いんですけど、日本の伝統工芸みたいな感じの色に塗ってあって、これすごいなんか評判良くて、やっぱさすがだなっていう。でも色がすごく難しくて、ハンバーガーって決まってる色がある中で、今回ちょっと冒険したやつはこれとかなんですけど、色を変えてもハンバーガーに見えるのかとか、結構そこが悩むところで、あと塗り分けが結構多いので、あのいろんな色を使わなきゃいけなかったりとか、なんか何色かで塗り分けなきゃいけない、バランスがすごく難しくて、あ、なるほど、作っててすごい自分で、あ、もうちょっとシンプルなやつにしてもよかったとか結構そこは悩むところです。バーガーマンこれ自体はちょっと仲間を増やしたいなと思って、はい、あ、来ましたね、はい、なるほど。なんかハンバーガーなんで、はい、ポテトだったりとか、はい、ホットドッグだったりとか、あとはあのハンバーガー屋さんに結構置いてある、このぐらいのサイズの椅子にもなるハンバーガー店先に置いてあったりとか結構あるんですね。そのポジションをできれば奪いたいぐらいのちょっと大きいやつを。ここがすごい。でもこれはもう本当夢なんで。でもバーガー屋さんにこのバーガーマンの大きいものがドンとあって、そうですね、これ目引きますね。でもなんかそのお店のロゴとか入れてお店に置いていただけたらもうそんなに嬉しいことはないので、僕も独立してハンバーガーをやりたいので、ハンバーガーとおもちゃ、そのソフビのお店をやりたいので、ハンバーガー屋さんの会社に入って僕はパイ専門店をやる予定。南新宿の駅のすぐ近くにパイ専門店をオープンする予定で、はい、そうです、あの食事系のものから甘いものまで、はい、ちょっといろんな種類を置けるようなお店を作りたいなと思って。なるほど、はい、なるほど。目指すはハンバーガー店全国制覇、バーガーを通じて広がる輪。鈴木さんはその他にも近々パイの専門店をオープンする予定。マルチに活躍するキングストイと鈴木さんの今後の展開に目が離せません。ではですね、あの最後になんですけども、鈴木さんにとってソフビとはっていうところでお聞きしたいなと思います、はいはい、すごい難しいですけど知らないまま飛び込んだので、いろんな作家さんに教えてもらったりとか、はい、もうソフビがを飛び込んで始めたからこそ出会えた人がいたりとかがあったので、うまくなんて言えばいいか分かんないですけど、はいはい、なんかソフビのおかげで世界が広がったっていう感じですかね。ありがとうございます。キングストイさんとのコラボのバーガーマンを作っていただきまして、それがこちらなんですよね。はい、こちらです。この、トイズキングさんをイメージしたカラーで、はいはい、もう本当王道の王様、はいカラーで今回作らせてもらいました。これが初めてなんですけど、ちゃんと売るやつが、頭に王冠のピックがもう刺さってる、はい、ハンバーガーグルメバーガーのお店ってピックを出して提供するので、はい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 、それをイメージしてもうトイズキングさんのロゴの王冠の形で作らせてもらいました、はい、もうトイズキングの T ベースの方から、はい、限定発売しますので、ぜひT ベースのツイッターの方でもお知らせが流させていただきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。お願いします。
お願いします。では鈴木さん、今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今後も装備の魅力を発信していきたいと思いますし、作家さんの世界観ですとか個性あふれる作品をどんどん紹介していきたいと思いますので、今後の TBS TV もぜひよろしくお願いします。装備買うなら TBS。ウルフロックスさん のオーナーの村上さんに登場していただいて、はい、よろしくお願いします。いろいろコンセプトなども聞いていきたいと思うんですけども、はい、あとは芝くんですね。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。うちのスタッフと芝くんです。よろしくお願いします。ハンバーガー初心者と食レポ初心者ですね。そうですね、僕もそうですけど、はい、やっていきたいと思います。まあ、こちら、2つ用意していただいたんですけど、うん、まずこちらがあれですね、ベーコンチーズバーガーです。ベーコンチーズバーガーですね、はい。で、こちらがピーナッツバナナキャラメルバーガーです。まずどうやって食べるの？こちらの茶色い袋に入れていただくと食べやすいんですけども。あ、そういうことなんですね。下から持って、はい、入れて、なるほど。これチーズ、ね、すごいピーナッツみたいな気がする。もうやっぱりあれですよね、がぶりつく。そうです、ですね。あ、うまい。あ、うまい。あ、バナナ来た、バナナ。あ、肉めちゃくちゃうまいですね。あ、本当ですか。キャラメルとバナナがフワンときて、結構おいしいですね、これ。めちゃくちゃうまいですね。結果おいしいですね。結果おいしいです、はい。ちょっとイメージは少しデザート感覚なのかなと思ってたんですけど、あ、そうですね、全然お肉ですね。そうですね、はい、がっつり食べれて美味しくてっていう感じですね、はい、ガッと。あ、そうか、潰すのか、はい、これ、ね、ソースがめちゃくちゃ美味しい。バーベキューソースがベーコンも、はい、自家製です、はい、はいはいはい。これ止まらないですねヒップホップが大好きなんですよ。でやっぱ店内も割とヒップホップ色強くしてるんですけど、でも調布っていう街がそんなに若者が多いわけじゃないので、はい、そうなんです、ね。まあ、年配の方も、個人の方も来れるようなお店にしたいなと思って作っています。やっぱりなんかスタンダードなものをやっぱ女性はオカドが好きなので、オカドチーズバーガーだったり、やっぱ男性はやっぱ肉肉シーンが好きなのでベーコンチーズバーガーだったり、はいはい、ダブルチーズバーガーだったり、そうお肉がバテが2枚だったり、ね、